つまり大砲の一撃を食らっておいて失ったのは足一本。正直驚いたな。今はどうしているんだ。かの人には我らが道具や物資を供給しておる。以来薬室にて働いておられる。上様のために戦いに加わりたいみたいだったわ。けどどうやって成し遂げるつもりなのかしら、その障害で。なーに、すぐにわかる。密偵はどうであった、ハヤト殿。藪の御殿を見てきた。広くて守りは固い。塀で囲まれていたが、ユキが中に入れるところを見つけた。頼もしいな。そういえばユキ殿はどこにおるのだ。はい、お侍さん。無限よ、若い衆は実に好奇心があるの。会えて嬉しいよ、じいさん。おお、若い忍びのハヤトじゃの。わしも嬉しいぞい。タクマ殿、もう準備が整いましたか。ちと体が鈍ってしもうたかの。荷物は軽く感じるわい。では作戦を話し合おう。ヤブ大名の悪行は明るみになった。影様とつながっているだけかもしれないが、拙者は奴こそが張本人だと考えておる。方法は一つしかないな。奴に近づくにはもう動いた方が良さそうだ。奴が直に我らに気づくのは間違いない。最も危険な作戦になるかもしれんな。うん、ならその心構えが欲しいの。これを一人一人に作ったんじゃよ。火縄銃か。見たこともないほど小さいが、よくできているな、じいさん。最終手段として使うんじゃ。わしの一つ目の貢献じゃ。次のはヤブ討伐となるじゃろう。なら俺が一緒に行くぜ。あらゆる助けが必要だろう。私も行く。ありがとう、感謝するぞい。よし、必要なことは何でも協力いたそう。では拙者は江戸へ向かう。上様へ計画をお伝えせねばなるまい。なら私も共に向かうわ。戦場以外で二人でいられるのは久しぶりになるわね。嬉しいことだ、愛子殿。では準備をさせていただこう。つまりこの三人だけで警備のきつい御殿にいる大名様に対抗するってわけか。見込みの低い作戦だな。盗まれたがってるものもあるだろうけど、その子たちのためにやるんじゃない。ヤブ大名を倒すため。傭兵と子供、どんな物語になるんじゃろうの。以前より数が多いな。ヤブの挑戦ってわけか。わしが逃げたのも知っておる。奴が警戒するのも当然じゃ。鎧で武装した護衛が3人中庭にいる。正面攻撃はすべきではなさそうだ。お茶を飲んでるよね。なんだ、いい犬だ。いつも小さな島のところでお茶を飲んでるのよ。ほう、いい作戦じゃの。この薬を持ってきなさい。こいつを飲み物に少し混ぜてやるんじゃ。あの塔はどうだ。あそこから射撃できるんじゃないか。
やつを外に呼び出せれば可能じゃの。護衛たちがやつの死を見るってこと。そしたらみんな一斉に私たちを探し始める。ならもらった火縄銃をついに使うことになりそうだな。その時まで使うのを取っておくべきじゃ。それと爆弾も持っておる。緊急の時のためにの。ほう、そいつはよかった。よし、始めよう。いい考えじゃのう。いい策じゃ。いつでも準備はできている。水のように動け。突入する。そうだね、我ながら上出来。こそこそと。話はまだ終わっとらん。少しの間じゃ。わかったわい。行くぞ。音を立てるな。剣術。静かに。のように動け。ほう、面白そうじゃの。ここ。静かにして。仕掛けがいっぱい。キツネが狩りち、ワナさん、起きてね。おお、なかなか面白い設計じゃの。お主のものか。うん、いつも寝てるけど、ネジを巻いたらその子はとっても興奮するわ。そうなのかい。どう動くか見てみたいの。後で見せてもらえんか。はい、いいですよ。誰かいるのか。今行くわ。行くぞ。音を立てるな。やった。誰もいらないんでしょ。さしあし。誰も気づかんわい。仕事だ。突入する。静かに。はあ、面白そう。浸透滅却。
上に行こう。若い力じゃの。突入する。なぞなぞかな。へい。楽しいわね。準備完了。水のように動け。よいぞ。お、いい策じゃ。景色でも楽しまんかい？準備いいわよ。ゆっくりと。どのぐらいじゃろうか。賢明じゃのう。数よりも腕だ。突入する。水のように動け。音を立てるな。静かに。突入する。できるわよ。我が刃は鋭い。待つのって退屈。そうだな。待っても無駄だな。つまり書類をなくしたということか。それでは誰でも鶴山に来られてしまう。お許しください。ヤブ様の護衛も攻撃され、タクマが逃げました。愚かなやつじゃ。幕府の部下がタクマを救出させおったな。以前老いた方が我を殺そうとした。将軍がここまで来ぬのならタクマが来るであろう。貴様の無能の代償がどの程度か理解できたか。ははヤブ様、失敗いたしました。心より恥じております。この卑しい私めに切腹をさせていただけますか。ああ、いいだろう。せめて品位を持って死ぬがよい。お前、介錯人を務めよ。ありがたき幸せ、ヤブ様。すぐに取り行え。将軍め、紙と筆を用意しろ。
影様へのお手紙をお書き申し上げる。残りのものは死体を片付けておけ。妻と茶を飲む前には終わらせろ。奴は影様ではないようだ。そのようじゃな。じゃが、されとて同じ。ヤブ大行は死ぬべきじゃよ。報復を考えてるんだろ。そう言っているようだ。ああ、晴らすべき恨みはあるの。じゃが、こう考えるんじゃ。もしここで逃がしたら、影様を支え続けるじゃろ。悪い奴ね。わかってる。どうします、ハヤト先生。いいさ、復讐したいってんならな。じいさん、しようじゃないか。どちらにせよ、報酬はいただくんだ。互いの理解ができたの。位置についたわい。ああ、いい眺めだ。よし。何あれ。重傷を強化せんとな。足に銃。拓磨先生が作ったんですか。隠し兵器。足元の杖が重心か。考えたな、じいさん。気に入ってくれて嬉しいわい。突入する。水のように動け。静かに。逃げられないぞ。水のよ。誰かいるのか。しつけ、集中だ。水のよ。猫と鳥。ここにいるはずなんだが。なんだ？我が刃は幼児隠れの術。何かあるぞ。そうだね。待っても無駄だな。音を立てるぞ。仕掛けがいっぱい。悪い。近道があるよ。気のせいだろうな。楽しい侍が門にいる。無限の力はないのじゃ。じゃがの、侍の鎧とて良い戦術からは守れんわい。そうだな。できるわよ。
く鋭いわ。素早い担当さばきじゃの。過酷な毎日だったかの。一人でいるとさ、時々誰かが襲ってくるものじゃない。そんな人にはさ、痛めつけてやるの。二度とできないほどにね。効率的な戦略じゃな。キツネが帰っちゃ。素敵なメロディーもらうわね。ワナさん、メロディー蛇みたいに巻いてるわ。鳥の声。メロディー行くわよ。こそこそと抜き足。幼児隠れの術、我が刃は鋭い。そう、蛇みたいに、ま、蜘蛛の巣に足を踏み入れるってね。簡単ね。素敵なメロディー。暗闇に隠れているのは分かっている。静かにね。刺し足バッチリな罠ね。俺が敵の気をそらす。あ、蛇みたいに巻いてるわ。蜘蛛の巣に素敵なメロディー。そう、誰だ。静かにね。行くぞ。幼児隠れの術、水のように行け。待つのって退屈。仕事だ。手裏剣を狙いは外さない。何かあるぞ。音を立てるな。ちょうだい。そうだね。蛇みたいに巻いてるわ。そう、静かに。鳥の子、嫌なサプライズでしょ。メロディー、なんだ。行くわよ。待っているぞ。俺が敵の気をそらす。水のように。バッチリな罠ね。なんだ。静かに。数よりも腕だ。音を立てるな。あ？刀を使うか。個人的な。水のように動け。今行くわ。
蛇みたい。嫌なサプライズでしょ。鳥の声。こそこそと。隠れても無駄だ。バッチリな罠ね。援軍を呼べ。仕事だ。静かに。刃が血を欲しがっている。突入する。個人的な恨みは、準備完了。音を立てるな。刃が血を欲しがっている。静かに。水のように動け。応戦中。ネズミの仕事だ。音を立てるな。刃が血を欲しがっている。水のように動け。静かに。水のように動け。はあ、面白そう。さしあし、今行くわ。あ、準備完了じゃ。了解。ああ、少しの間じゃ。賢明じゃのう。うん、いい考えじゃのう。いい策じゃ。うん、分かったわい。待っても無駄だな。今までもそうだったぞ。そうだね。抜き足。メロディー。行くわよ。蛇みたいに巻いてるわ。竜の叫び。罠さん。起きてね。ほう、面白そうじゃの。突入する。音を立てるな。落ち着け、集中だ。用事隠れの術。俺が聞いたのはその役だぞ。火縄銃が使える。突入する。ピストルが使える。まだ刀を使う。はい。できん。落ち着け、集中だ。突入する。
水のように動け。音を立てるな。突入する。おお、そうじゃ、了解。うん、いい考えじゃの。いい策じゃ。情緒あふれる景色じゃ。ここで何ができるかのう。いつでも準備はできている。水のように動け。音を立てるな。幼児隠れの術。水のように動け。突入する。静かに。音を立てるな。あんたを置いてきた、そこだ。壁を乗り越えるのに使おうか。音を立てるぞ。妙な音だ。水のように動け。猫と鳥差し足。準備完了。手裏剣が使える。待つのって退屈。なんだ、助けてくれ。仕事だ。音を立てるな。
静かに。水のように動け。突入する。命だけは。今だ。聞こえたぞ。静かに。音を立てるな。静かに。俺が敵の気をそらす。突入する。水のように動け。あんたを置いてきた、そこだ。壁を乗り越えるのに使おうか。音を立てるな。静かに。突入する。火縄銃が使える。ピストルが使える。静かに。まだ刀を使う。交戦中。やつらは攻撃してるぞ。音を立てるな。突く。見つけたら情けは無用だ。音を立てるぞ。俺もそう思うぜ。気を抜くな。足跡か。何もないぞ。もういないぞ。そりゃ落ち場に戻れ。何が起きたんだ。面白い音ね。そんな。口には気をつけろよ。水のように動け。運が悪かったんだな。聞いたことを何剣術にするのか。突入する。持ち場を離れたんだ。準備いいわよ。落ち着け。刀を使う。集中だ。我が刃は鋭い。静かに。離れたんだ。幼児隠れの術。変な音なのかしら。手裏剣を使おう。狙いは外さない。いただくぞ。手裏剣を使おう。行方不明だ。
狙いは外さない。頂戴する。突入する。なぞなぞかな。できるわよ。楽しいわね。準備完了じゃ。位置に着いたわい。景色でも楽しまんかい？いい考えじゃの。いい策じゃ。ああ、我慢じゃ。どのぐらいじゃろうか。了解。クマ。ああ、いい眺めだ。猫と鳥、静かにして。うん。嫌なサプライズでしょ。メロディー。どれだ。行くわよ。私に。うん。キツネが狩り中よ。小刀さん、起きてよ。よいぞ。手元は確かじゃ。浸透滅局を立てるな。水のように動け。
ああ、いい眺めだ。いい策じゃ。誰も気づかんわい。我が刃は鋭い。行かないの？抜き足、差し足、すごく鋭いわ。こそこそと。我ながら上出来。簡単ね。罠。素敵なメロディー。罠さん、鳥の声、静かに素敵なメロディほう、面白そうじゃの。景色でも楽しまんかい？気のせいだろうな。手元は確かじゃ。用意じゃ。待っているぞ。静かに。突入する。泳いで渡る。わしはいかぬ。水は足に良くないじゃら。音を立てるな。水のように動け。突入する。静かにね。今行くわ。差し足。
準備完了。水のように動け。静かに。水のように動け。猫と鳥できるわよ。ネズミのコソコソと数よりも腕だ。手裏剣術。風を切る。突入する。音を立てるな。静かに。刃が血を欲しがっている。突入する。How the fuck can he see that? 水のように動け。静かに。突入する。音を立てるな。静かに。刃が血を欲しがっている。突入する。水のように浮く。音を立てるな。泳いでは。わしはいかぬ。水は足に良くないじゃら。いただくぞ。音を立てるな。静かに。突入する。静かに。水のように動け。突入する。音を立てるな。刀を使うか。静かに。水のように動け。音を立てるな。突入する。泳いで渡る。わしはいかぬ。水は足に良くないじゃら。手裏剣術。水のように動け。音を立てるな。水のように動け。静かに。突入する。刃が血を欲しがっている。音を立てるな。突入する。水のように動く。泳いでは。わしはいかぬ。水は足に良くないじゃら。手裏剣が使える。剣術。静かに。
静かに。水のように動け。突入する。静かに。突入する。水のように動け。音を立てるな。刀を使うか。とっ、刃が血を欲しがっている。水のように動く。死ぬ。刀を使うか。突入。刀を使うか。幼児隠れの術、刃が血を欲しが。水のように動け。そうだな。静かに。剣術、手裏剣を使おう。いただくぞ。静かに。水のように動け。突入する。音を立てるな。水のように動け。静かに。手裏剣。いや、風を切る。人殺しめ。じゃの。狐が狩り中よ。できるわよ。話はまだ終わっとらん。ああ、我慢じゃ。位置についたわい。手元は確かじゃ。ああ、いい眺めだ。
ここ小刀さん、起きてよ。おう、そうじゃの。手元はと誰も気づかんわい。ん、小さい武器を使うときじゃ。行かないの？我ながら上出来。そう、静かにね。いつでも準備はできている。突入する。音を立てるな。静かに。水のように動け。静かに。突入する。突入する。水のように動け。静かに。音を立てるな。水のように動け。突入する。This Hayato fuck, I swear, stupid. Yay! やった！ゆっくりと。こそこそと。足簡単ね。できるわよ。我ながら上出来。しー、静かにね。ちゃんと動くわね。雲の巣に足を踏み入れるってね。鳥の声。暗闇に隠れているのは分かっている。誰もいらないんでしょ。静かにして。蛇みたいに巻いてる。蜘蛛の巣に足を踏み入れるってね。我ながら鳥の声。狐が狩り中よ。メロディ行くわよ。誰もいらないんでしょ。ゆっくりと。簡単ね。抜きやわな。さしやめて。
今行くわ。できるわよ。楽しいわね。蛇みたいに巻いてるわ。雲の巣に足を踏み入れるってね。鳥の声。いらないんでしょ。静かにして。ゆっくりと。こそこそと。素敵。嫌なサプライズでしょ。鳥の声。我ながら上出来。抜き足。差し足。私にぶっ。狐が狩り中よ。なぞなぞかな。そう、静かにね。抜き足。静かにして。そう、静かにね。数よりも俺が敵の気をそらす。何か聞く。猫と鳥。紛らわしい風だ。準備完了。音を立てな。刀を使うか。はあ、ゆっくりと。面白そう。ネズミの待つのがて退屈。起きてよ。落ち着け。刃が血を欲しがって。静かに。個人的な裏。水のようにね。話はまだ終わっとらん。ああ、少しの間じゃ。我が刃は鋭い。突入する。行かないの？こそこそと。おう、そうじゃの。うん、分かったわい。誰も気づかんわい。うん、あの蜜蜜が中庭への視界を遮っておるの。そうじゃないところは。うん、犬小屋による犬が見えるの。もし藪大名がそこに近づいたら、奴を終わらせられるだろう。犬を吠えさせたらどう？いい作戦だ。よし、犬に近づいてみるか。差し足。
いつでも準備はできる。音を立てるな。水のように動け。静かに。突入する。水のように動け。音を立てるな。静かにね。言った通りのお茶ではないではないか。待っているぞ。静かに。ああ、いい眺めだ。仕事だ。音は剣術。刀を使うか。突入する。水のように動け。静かに。Stop here for now. See you next part again.